はい、今日ですね、アリエクで激安の防犯カメラを買ってみました。ということで、このカメラなんと2000円台で買える防犯カメラになります。はい、でこれね、非常に機能はね少ないんですけども、もうねスマホやパソコンからね必要な時にパッと映像が確認できればいいという方にはね非常におすすめのカメラとなっております。はい、ちょっとね箱に穴が開いていますけども、でこのカメラなんですけどね、デザインが全く同じなんですけども、まあ、画素数がね、これ200万画素くらいのカメラだったり、あとね400万画素、あとはね500万画素のねカメラと、まあ、数種類のね、タイプがあります。で僕が買ったのはこちらのね400万画素のカメラになるんですけども、僕が買った年末と比べてねちょっと円安が進んでいるために、ちょっとね数百円ずつね値段が上がっているんですけども、まあ、それでもね2000円台で十分購入することが可能となっております。はい、それではね早速これ箱開きからやっていきたいと思います。はい、これね、はい、このようにクッションの中にねカメラ本体が入ってますね。はい、こちらがカメラ本体になってます。はい、赤外線のねレンズもついてますね。はい、そしてこちらがアダプターですね。はい、そしてはい、これアンテナになります。はい、そしてこちらがマニュアルになってますね。はい、これちょっとね残念ながら英語のみとなっております。はい、あとね金具なんかもねついていまして、内容物はね全部でご覧のようになってます。はい、でこのアンテナなんですけどね、どうやってつけるかというと、はい、このね防犯カメラのね裏側にこのようにねネジがあるので、くるくるくるっと回して取り付ければ簡単に取り付けができます。そしてこのようにね90度にね曲げてやれば、はい、このように取り付け完了となります。はい、あとですね、僕ちょっと間違ってしまったのがこちらアダプタ、なんと外国用のアダプタをね買ってしまいました。ちょっとこれ完全に僕のミスです。これ注文するときに EU プラグになって、EU とかね、AU とかいろんなあるんですけども、必ずね、これを米国プラグをね、ちゃんと選択してから購入するようにしてください。はい、でないと、全然違うプラグがね、届いてしまいます。でも大丈夫。もし間違ったアダプターを買っても、こういった部品があれば、簡単にね、日本のコンセントで使えるようになります。はい、もうこれは僕のミスなんでね、はい、これは別途 Amazon で購入しました。はい、これでね、もう日本のコンセントで使えるようになります。でこれなんですけどね、カメラに3つの、ね、線があるんですけど、これ、AC アダプター、LAN アダプターとね、これリセットボタンのね、この3つの、ね、線が、出ています。これ早速ね、ちょっと接続していきたいと思います。一番端っこにはね、このアダプターを接続します。はい、そしてこれ真ん中にはね、LAN ケーブルを差し込みます。いや、Wi-Fi だから僕、この LAN なんか使わないよという方もね、実はこれ、この防犯カメラをね、設定するために一度必ずねこの LAN ケーブルを挿す必要があるんですね。はい、接続がね終わりましたら、これ防犯カメラにねこの QR コードが貼ってあると思うんですね。でこれ、カメラに必要な固有の ID がね、表示されますので、スマホカメラでね読み取りますと、はい、こういったね UID 番号がね表示されますので、必ずこれ登録に必要ですのでメモっておいてください。ではね、次アプリのねインストール、行っていきますけども、スマホアプリはね、カムハイプロ、そしてシートロニクス、これ中身がね全く同じですので、どちらを入れてもらっても構いません。はい、でそして PC アプリの方はね、HIP2P クライアント、こちらをねダウンロードしてインストールしておきます。はい、でそしてですね、これスマホアプリのね設定を行うんですけども、これ起動するとね最初に位置情報のね、この所得や、あとスマホのねファイルのねアクセス許可、こういったものをね求めてきますので、僕はねこれ、OK をね押しておきました。はい、ではね、僕これ両方アプリをね入れてやるんですけども、ではねこれ起動してみたいと思います。はい、でこれ起動しますと、右上にね登録ボタンがありますよね。はい、でこれね、登録ボタンを押して、メールアドレスをね登録していきます。アドレスに自分のね、メールアドレスを記入します。はい、そうすると右下にね確認コード所得というのがあるので、こちらをクリックします。はい、そしたらね今度メールボックスをね確認していただきますと、はい、このようにね、6桁の、数字がね届いていますので、この6桁の数字を、先ほどのねスマホ画面に、登録します。で検証コードを、ね、入れ終わりましたら、パスワードですよね、再確認のために、ね、下に同じパスワードを、もう一つ、ね、記入して登録ボタンを押します。でこの時に注意していただきたいのは、まあ、検証コードの、ね、右側に実は、このカウントダウンの数字があるんですよね。これが0になる前に登録ボタンを、ね、押して登録する必要があります。はい、そこだけ、ね、ちょっとご注意ください。
でね、これ登録が終わりますと、このようにね、デバイスの、ね、追加の、ボタンが、ね、出ますので、こちらをクリックします。はい、でね、一番上の IP カメラ、はい、書いてありますね。こちらをクリックします。はい、で、新しい装置、使用中のデバイスと2つありますので、使用中のデバイス、こちらをね、クリックします。はい、それではですね、UID というところに、先ほどのね、カメラの、番号ですよね、こちらを入力します。はい、で、そして、追加を確認、こちらをクリックします。今はね、まだパスワードとかはね、入れなくても大丈夫です。はい、するとね、追加に成功しましたと出ます。で、あと名前ですよね。まあ、ね、子供部屋だったりね、リビングだったり、玄関だったり、この名前はね、後でいつでも変更できますけども、とりあえずね、まあ、テストと入力しておきます。はい。で、入力し終わりましたら、下にね、確認とありますので、こちらをクリックします。はい、そうするとね、このカメラが、カメラ映像がね、このようにスマホにね、映るようになりました。はい、ではね、PC アプリなんですけども、はい、もう僕ね、すでにね、結構ね、5台ぐらい登録しているんですね。で、この歯車のね、アイコンをしますと、はい、今ね、これ登録してあるね、カメラがありますけども、さらにもう1台追加します。はい、チェックボックスを入れましたらね、領域追加をね、押します。はい、で、これ名前ですけどね、じゃあ6台目としておきましょうかね。はい、で、次ね、UID 番号を入力、こちらをクリックします。はい、そして、UID 番号ですよね。カメラの番号を入力して、あと設備名称ですよね。これも、まあ、じゃあ、6台目としておきましょうかね。これ、いつでもね、変えられますので。はい、ではね、OK をします。はい、ではね、こちらのね、アイコンをクリックしますと、はい、ちょっとね、出るまでに時間かかりますけども、これ、まだ未接続ですので、右クリックを押しまして、つなぐと。いうふうにね、押しますと、はい、オンラインになりましたよね。はい、あ、出ましたね。はい、このようにね、パソコンのね、アプリでも、表示することができました。はい、今ね、これ、スマホに映っている画像というのは、これね、防犯カメラの映像なんですけども、まだこれね、Wi-Fi じゃないんですよね。はい、ご覧のこの LAN ケーブルから送られてくる映像なんで、このままだと、このカメラの設置がしにくいですよね。ということで、ネットワーク設定をね、行っていきたいと思います。画面の右下にね、歯車アイコンがありますので、そちらをタップします。はい、そしてね、ワイヤレス設定をタップします。はい、そしてね、デバイス周りのワイヤレスネットワークを習得する。こちらを押しますと、お使いのね、ネットワークが表示されますので、お使いのね、ネットワークをタップします。はい、そして、このね、パスワードをね、入力します。はい、そうしましたらね、応用ボタンを押しますと、ネットワークにね、接続されますので、このね、LANケーブルをね、この、抜きまして、映像がね、表示されるかどうか見てみたいと思います。はい、映像がね、出てますのでね、Wi-Fi で接続されているのがわかるかと思います。はい、ではね、次に、このカメラをね、ちょっと三脚に乗せて、ちょっとね、このように撮影してみました。はい。で、これね、一応、機能がないといってもね、一応、最低限のね、赤外線で夜見えることができるようになってます。はい。これ今、これ、防犯カメラの映像なんですよ。はい。で、これを、ではね、ちょっと電気をね、消してみたいと思います。はい。このね、防犯カメラの映像がね、どうなるか。はい。そうするとね、赤外線がパッとね、照射されまして、ね、真っ暗なんですけども、このようにね、夜でも見えることができます。はい。まあ、なのでね、まあ、昼間でもね、夜でもね、まあ、両方使うことができます。はい。はい、ではね、ちょっとまた、明かりをね、つけてみたいと思います。はい。という感じでね、このようにね、夜でも使えることができます。あとですね、パソコンのね、これソフトなんですけども、これ真ん中の上のカメラはね、実は、ズーム機能がね、ついてたり、首
首をね、振ることができるんですよね。で、これパソコンのアプリ、もちろん、スマホのアプリでもね、こうやって、簡単にね、操作することができます。はい。で、これ今ね、6台繋いでるんですけども、実はね、これカメラのメーカーも、型番とかもね、種類がバラバラのカメラだったりします。はい。だけど、これね、アプリが、カムハイプロっていうアプリを使う、カメラであれば、この同じアプリで使えますし、しかもですね、登録方法が全く同じなんですよ。なので、僕はもうね、いつもね、このカムハイプロのアプリを使う、カメラを買ってます。はい。なのでね、説明書が英語でもね、もう登録が全く同じなので、簡単にね、このカメラの設定をすることができます。はい、今度はね、カメラを外にね、設置してみました。はい、で、これね、スマホで見れるわけなんですけども、アプリをね、入れて、パスワードをね、一緒にしてやると、家族のね、携帯で、同じ防犯カメラのね、映像を共有することができます。はい、これ非常に便利ですよね。はい。で、このね、映像なんですけども、このスマホでね、4台までのカメラをね、同時にね、リアルタイムで、見ることができます。はい、で、これまあ4台までのね、カメラしか見れないのかというとね、全くそんなことはなくて、20台以上ね、登録できまして、その中からね、4台のカメラをね、ピックアップすることができるんですけども、同じスマホアプリなんでね、切り替えてやることによってね、簡単に5台目、6台目、7台目、8台目のね、カメラの映像を見ることができます。はい、で、このね、激安の防犯カメラなんですけども、まあ、冒頭でも言いましたように、見たい時にね、スマホやパソコンを使って、このリアルタイムの映像を見ることはできるんですけども、逆にね、1時間前の映像とか、2日前の映像を見ることはできないんですよ。と言いますのは、なぜかというと、これ、録画機能がないんですね。はい。なので、どちらかというとね、防犯カメラで使うよりは、見守りカメラ。ね、ちょっと可愛いワンちゃんやね、猫ちゃんの様子、今どうなってるのかなっていうことで、ね、仕事先からパッとね、ちょっと今の状態を、確認するようなね、そういった使い道の方がいいのかなと思います。はい、ただですね、この防犯カメラ、左下の方にね、このオンビフって書いてありますよね。はい、なので、ひょっとしたら、このね、ネットワークハードディスク、要は NAS ですよね。NAS にね、この録画データ、まあ、録画というか、この映像データをね、録画できるんじゃないかなと思ってね、ちょっといろいろね、試してみました。はい。もしね、これがね、ネットワークの NAS にね、保存ができれば、もう逆にこのマイクロ SD なんかよりもね、もっともっと長い時間が録画できますのでね、そういった欠点を補えるんじゃないかなと思って、試してみました。はい、で、これね、僕が使っているNASというのはね、シノロジーのね、NASを使っているんですけども、このシノロジーのね、NASっていうのは、防犯カメラアプリがカメラ2台分のね、ライセンスが無料でついてるんですよ。なので、これでね、防犯カメラの映像がね、録画できればね、非常に便利だったんだけどなと思ったんですけども、一応ね、これ、防犯カメラがね、2台、表示されてはいるんですけども、残念ながらね、この今回紹介した激安の防犯カメラじゃないんですよね。はい。ひょっとしたらね、僕の登録の仕方がね、悪いだけかもしれないんですけども、このね、簡易検索でね、出たカメラはね、残念ながら、この激安の防犯カメラではありませんでした。で、このね、一応、この、映ることはね、映ったんですけども、はい、これはね、ちょっとね、値段がもうちょっと高いカメラですので、はい、残念ながらね、激安のカメラではね、この、NASのね、このアプリから操作することはできませんでした。で、これね、NASでね、録画できればね、何がすごいかっていうと、防犯カメラのね、マイクロ SD って128GB って、もうせいぜい2週間とか3週間しか録画できないんですよ。なので、1ヶ月家を留守にしたりとかすると、もう全然対応できないんですよね。もうどんどん上書きされていくので。ところがこれね、NASで保存できると、もうね、2テラ、3テラ、4テラってハードディスク使いますので、もうね、もう1年でも2年でも3年でも、ずーっとデータを録画できるんですよね。はい、まあ、それが非常に魅力的なんですよね。
はい、ちょっとね補足なんですけども、カメラにはね録画機能はないんですけども、このスマホに映っているねこのね、リアルタイムの映像を録画することはできるんですよね。このボタンをねポンと押してやると、このねスマホのねリアルタイムの動画をね録画することができます。はい。なのでね、まあカメラにはね、録画機能はないんですけども、まあスマホでね見ている映像は、まあ録画がね簡単にできるようになってます。はい。でもうね、これ、録画をね、まあ終わりたいときは、このもう一度ね、録画ボタンをポンとね押してやります。はい。そうするとね録画が終了されます。はい。でこれをね、見たい場合は、ちょっとね、一つ前の画面に戻ってもらって、そしてね、このフォルダのね、アイコン、こちらをポンとタップします。そうするとね、はい、録画したものがね、リストが出ますので、はい、これをね、ポンと押してやりますと、はい、まあ、スマホでね、まあ、いつでも、まあ、再生することができます。はい、まあ、なのでね、まあ、カメラ本体には録画機能はないんですけども、まあ、スマホにはね、録画できますよというお話でした。はい、今日はね、アリエクで買った激安の防犯カメラをね、まあ、紹介したんですけども、最後にね、ちょっとナスのね、お話をしてたんですけども、あのね、ナスを使うと、まあ、本来マイクロ SD だとね、2、3週間しか録画できないんですけども、このね、ナスを使うとね、もう1年でも2年でもハードディスクが許す限り、ずっとね、録画データがね、残るわけなんでね、例えば、ね、犯人がこのカメラをポンと持ち逃げしたりね、マイクロ SD をポンとね、抜き去ってしまうと、このね、防犯カメラって大抵はね、データが残らないんですけども、このね、NAS を使うことによってね、この自宅のね、このパソコンだとか、まあ、NAS のハードディスクにね、データが残るので、まあ、セキュリティ的にもね、非常に、まあ、安心なんですよね。で、僕の持っているカメラで、このね、NAS に対応しているのはね、この2機種でした。はい。一応ね、概要欄にもね、リンク貼っておきますけども、一応マイクロ SD でもね、録画ができるんですけども、まあ、NAS をね、使うことによって、まあ、さらにね、この NAS と両方でね、録画することができますので、ね、二重のデータのバックアップがね、できますので、もしね、まあ、ちょっと NAS が値段高いんでね、もう、このために NAS を買うというと、すごい資金がいるんですけども、ね、もうナスをお持ちという方であればね、まあ、僕この、シノロジーというね、ナスを使ってるんですけども、このシノロジーのね、ナスであれば、このカメラ用のね、ライセンスも2台分ついてますのでね、はい、シノロジーのね、ナスをお使いの方はね、ぜひね、試してみていただければなというふうに思います。はい、ということでね、以上で動画終了になります。